ハロー、こんにちは。デトネーションフォーカスミー VS DCG。LGL の2位のデトネーションと、PCS リージョンの2位の DCG。PSG の次に強いと言われている強豪チーム相手、デトネーションフォーカスミー、今日 BO5。日本チーム、戦国は負けちゃって、残るはソフバンとデトネーションフォーカスミー。そして、残り4チームは全部 PCS。でピックマンちょっと遅れてしまって、ファーストピックでオーロラ、で相手はバイランブル、でこっちアッシュ・セジュアニ、相手エズリアルからのブラーム、でそれを見てアッシュ・セラフィンでカウンターで、ランブルがまさかのトップじゃなくてミッドになって、スモルダーがタンク相手だから楽にファーム食えてレートゲームいけるから、スモルダートップに。そうですね、まあ、以前であれば LGL 地域であればエビ、いやちょっとデトネーションフォーカスミーは火力がちょっと物足りないような感じはするよね。アッシュセラフィンもサポーティブ系だし、オーロラ確かにぶっ壊れてはいますけど、タンク2枚サポート2枚みたいな感じでオーロラいけるか。正直敵のコースあんま強くないようには見えるんだけど、ダメージがちょっと足りなくて試合を決めきれなくてスモルターがみたいなのがちょっと怖いな。 OK、 始まりました。デトネーションフォーカスミー VS DCG。 デトネーショントップ側にインベード、 DCG はボトム側ですか。でこの PCS は残り6チーム でどういうトーナメントになってんだろうな。ソフバンと PSG はお互い1位だから、各地域のシードはもらってんだよね。ここら辺で戦ってトップ4決めるって感じになるのかね。これって負けたら敗退っすか、それともまだワンチャンスあんのかな。まだ1回負けてないから多分ダブルエリムだと思うんで大丈夫だと思うんだけど、レベル1ブラームめちゃくちゃ強いんですよ。ただアッシュセラフィンどっちもレンジだよ、だからレンジが多いよ。ブラームで強いから入ってきたけど、こっちはレンジも多いし、バイは極端にレベル1弱いので、こっちのジャングルから始めるってことはさせないですね。デトネーションフォーカスミ必ず勝ちたいというドラフトをしているのがこの DFM のボットなんですが、バイ久しぶり見たな。バイはなんかウルトぶっ込み系と相性いいね。バイのウルトからランブルのウルト、プラスエズリアラのウルトっていう、そのシナジー見てる。プラススモルダーのウルト。ああ、だからスモルダーか。これバイね、ほんと、フォローアップもらえないとマジでゴミキャラだからね。T1 が使ってて、マジで誰もフォローアップできなくて、何もバイができなくて、そのままファームも遅いし、レートゲームも弱いから、ボコられて終わったんだけど、今回バイのウルト、あれは絶対当たるんで、そこにランブルのウルト、エズリアラのウルト、スモルダーのウルト。全部ぶっかけてきて、まあ、耐えられないから、まあ、セジュアニと、まあ、カサンテでプラスセラフィンの回復でシールドでみたいなって感じかな。バックラインのオーロラとか捕まるとやばいね、バイのウルト。ジャングラーは共にトップサイドへと流れていきます。 2v2 非常に重要です。オーロラってさ、インビズ持ってるけどさ、バイのウルト食らってから W のインビズになったら効果切れるとかないよね。ついてくるかな、ついてくるよね多分。フィズの E とかブラトン W とかはね、一応アンターゲッタブルだからバイのウルトが来るのは回っちゃうというか、使った扱いになるんだけど、さすがにインビズはないか、ついてくよな。ミッドレーンのガンクですね。トップのスカトルに関してはミッドの主導権がありますが、トップの主導権がないのが DFM サイドですから。さあフアの盾を張りながらダメージカットはおるか。しかし、まあ、BO5 です。相手もかなり強いチーム、 PCS の2位で、この結果で来年ね APAC に入れるかどうかみたいなところも決まるだろうし、ここはフラッシュを切る。アリア E を使えばブリンク持ってたんだけど、 E を使わないでそのままフラッシュ使うね。お使いはしましたが、これによって665選手のルートというのが確実に使えましたから、これでボットサイドオルカにスローが入っているぞ。フェンに対していいダメージ。アッシュセラフィン相性いいのが、アッシュの通常攻撃パッシブ込みで、パッシブが発動するのでスローが入るんですよ。アッシュの通常攻撃で敵にスローが入ってるとセラフィンは
E のアビリティ1個でスネアにアップグレードされて、で3つになるともともとスネアだった場合はなんかスタンになるんだっけ。だからセラフィンはパッシブあるときに2回自分のスキルパッパって打つから、そこでスネアになるんだけど、パッシブがない状況で E を当ててもアッシュが殴ってくれていたらスローが入ってるんで、まあ、スネアになる。でパッシブがあればスタンになるしね、アッシュと合わせると。そのシナジーがある。でどっちも射程が長くて、射程の短いエズリアルやブラーム相手はかなり有利そうだよね。ただ問題は連戦強いタイプなんだけど、この2人火力はちょっとレートゲームかけるところありますから、デトネーションのメインキャリーのアリアがしっかりキャリーできるかどうか、これ大事。しかもこれオーロラっていうこのパッチ 14.15 で登場したぶっ壊れファッキン詐欺キャラでございます。前回デトネーションフォーカスミーが戦った時、これをファーストピックで出してアリアがキャリーして、で今度相手がピックして、それをルブランでカウンターして、まあ構成もミッドを攻める構成だったからね、完封したんで、オーロラ自分たち使えて相手は使えないっていうのを作り出しましたよ。ファーストゲームでここで勝てば相手はオーロラをバンサーしなきゃいけなくなる。で11交換ですが、相手はウェーブを食えてないのでワース。相手ミニオンも全部ロストするし、ウェーブ状況も相手の方のところでウェーブが止まるので、相手の援軍が先に来てプッシュウェーブ状況を作るんで、これエズリアルのロスエグいね。一旦セラフィンから食らって、セラフィンが出て足が死んじゃったんだけど、まあ全然 OK です、問題ない。まあでかいウェーブを作って、そこでセジュアニの硬さを利用してタワーダイブする、これ大事。しかもエズリアルはフラッシュも使って、ユタポンは死ぬこと分かってたんで何も使っていない。でミッドはランブル、珍しい。ランブルトップだと思わせて、これ条件合ってるからスモルダー行こうみたいな感じですね。しかもオーロラ、まあでもオーロラ命令いじめるの得意だからな。ランブル言うて命令、ただランブルプッシュ力早いんで、ランブルウェーブをプッシュして、ブラームがレーン行かずそのままトップ側にグラブに寄ってくる。視界は確認、ハープは寄せています。グラブ最強です。6つ取れたらマジで強いね。でスティール盗みに行こうとする。ここでランブルウルトを切ったけど、言うてダメージ食らってないぞ。デトネーションフォーカスミバイ、まだレベル6じゃない。ここで入ってくる、ボディーブロックして、タコセジュアニー Q で離脱、オーロラがアルティメットで全員を囲む。エビンテ LEC を無双した、このエビンテ、エビンテじゃねえ、レイファーキーだった、すいません。バイバット、デトネーションフォーカスミーといえばっていうイメージだけで語っちまった。いやー、エビみたいなね、あの素晴らしいカサンテの立ち回りでちょっと誤解しちゃったわ。レイファーキー選手さすがでございます。このタイミングオーロラが確実に先に寄れるシーンでした。DCG としてはミッドのクリスカット選手がアルティメットを使っていや、ここ正直さ、スモルダー君序盤弱いよね。ここでアリアのコンボにワンパンされ、アリアがアルティメットで敵を囲って、アリアがインビズで敵を切らし取ると、ブリンク、そしてインビジブルがリセットされて、ありがとうライオットゲームズ、素晴らしいキャラを毎年作り出してくれる、期待を超えてくれる。まあまあまあ、カサンテシカリスカーナのリワークからのオーロラの登場でございますよ。なんとパッシブでアタックス、なんだ、回復サステインがあり、あ MS 上昇あり、割合ダメージ、最大体力の割合ダメージあり、周辺の視界をオルカが取り始めました。これ W でブリンクからのインビジブル、キル足取るとリセットされてもう一回すぐ使える。E でブリンクもあって、アルティメットでブリンクしつつ敵全員を囲って火力も出て、そっからウルトで2回ブリンク、完璧や。 DCG はどの時間帯が強いんでしょう。しかも連戦もかなり強め、ミッドゲームも強め、レートゲームも強め、かなり連戦強いチャンピオンです。射程のない命令、特に機動力ない命令はマジでゲーム終わる、何もできない、だって近づけないからね。ベイントップよりもちょっと害悪なところあるんじゃないですかね。
でブリンクスキル WE アルティメットで持ってるからな。それに加えて敵3回殴ると MS 上がるというか MS がどんどん上昇し続けるから、まあ無理だよ。ランブル序盤のウェーブを押し勝つことだけは出てたけど、それでかなり CS も落としてミッドの CS はすげえこと起きてんな。オーロラ結構 CS 取りづらいって聞いたんだけど、アリアのオーロラ毎回 CS 綺麗に食って毎回キャリーしてる。こうなるとね BO5 で相手側はやっぱオーロラぶっ壊れてるからバンしないといけなくなるよね。自分たちが使えないのであればデトネーションはあのカウンターしたし、前回のマッチアップで。うわ裏から来た、1キルは取った、避けるけどポンさんここでブラームのスタックを食らう。ここはミッドの寄りの強さが出たね。ランブルミッドの強さはやっぱパパッとミッド適当にプッシュして遠距離アルティメットでボトムのファイトに参加することだよね。スキルがウルトがやっぱ射程も出るし遠距離だし AOE だから、ここでちょっと戦闘してしまったと。このトライブッシュのコントロールワード維持しようとしましたか。ここでちょっと強気に出ちゃったね。ここは俺たちが連戦 2v2 で勝ってるからお前たちこれ触っちゃダメだろってなったんだけど、ミッドとジャングルの寄りが敵はあったからあえて前に出て誘っていた。そこをちょっと捕まっちゃったね。コミュニケーションエラー、CG としてはボイドグラブを確実に抑えたい。そのためにもう早め早めにローテーションを行っていますね。これレートゲーム行くとまあやばいっすね。ローテーション合わせずにスモールダーがやっぱりナーフはされたとはいえレートゲーム最強キャラですから処刑されてしまうんで、いくら硬くても HP 一定以上下がるとワンパンで処刑されますからね。まあでも正直スモルダー以外は別にレートゲーム強くないんだけどね DCG、まあ、怖いのは、まあ、超レートゲームのスモルダー40分超えた時のスモルダーとバイのアルティメットからエズリアルのウルト、ランブルのウルト、スモルダーのウルトでぶっ込んでくるんで、まあ、フロントライン以外をバイのウルト食らうのはちょっとまずい。かなりまあ引く必要があるね。ちょっとでも前出てるとバイのアルティメットからワンパンされるから、まあ、セジュとカサンテだったら大丈夫だと思うんだけど。アリア選手がタコ選手とマッチしますか。トレーンにテレポートで向かいました。11分ここからでマリグナンス行くアリア。ウルト自体にも軽くあるからね、ダメージも入るしマリグナンスのなんか霧みたいなのが出てマジックレジストも下げるんで味方の火力も上がるよと。レッドサイド選択でまさかここを狙ってくるとはと。スモルダー109スタック割と順調目ではあります。ところをうまく成長させていますね。続いては何をやっていきたいですか DFM。 DFM としてはこのスワップしたミッドレーンを主軸にアリア選手に対してプレッシャーを出したいです。このミッドプッシュからのボットレーンのガンク、先ほどのファイトでクリスカタ選手フラッシュを落としています。そこを狙いたいですね。これフメアにはなるがスキルプレッシャープリズンはちょっと狙えなかったか。さすがに当たるとはっていう感じでしたね、うん、いやこれそれよりもボットサイドですね、うん、一気にちょっと DCG サイドにエリアを取られてしまいましたか。あそこのブッシュ間際といいますか、うん、リバーの入り口にも視界が取られてしまっているのでかなり状況把握がされてしまっている今のタイミング。まあでもレッドゲームにならなければデトネーションの構成強いと思うけどな。ミッドゲームやっぱセラフィンの回復もシールドもでかいし、エリアを広げようとした DCG サイドの方がオーロラもいるしね。ドラゴンまだ1分30秒です。1ミコール挟みにしても取り返したい。いやただハープ選手の DCG ができることは本当キャッチだけよ。あとエズリアルのポークユタポンアルティメット使うが当たらない。でもダメージ相当削った。こっちはセラフィンのシールド回復あるぞ。相手のエズリアル戦闘できない。これはもうリコールせずにこのままファイト起こしますかね。エズリアルファイトできないけどね。これは戦ったら勝ちよ。シブを購入しています今回は。しかも木の実も取れる。今のダメージトレードでフェン選手のみ HP が削れるという状況になっていますね。はい、5割を切ってますよ。いやトップのところのレイファーキー選手がレベル11に相手のエズリアルが帰るのでここで視界コントロール取り返して相手がブッシュを取り返そうとしたらセラフィンのスキルだったり足の W だったりでまあ少しでもいいから HP 削りたいよね。でカサンテもアイテム出た。
一旦ドラゴン20秒だがデトネーションフォーカスミー、ヘラルドは取らないんじゃない、多分チェックだけだと思うけど。お、触る、切り替える、デトネーションフォーカスミー。相手がドラゴン側じゃなくて交換してくるだろうってことで捕まえに行くね。俺たちが今強いから。オーロラがアルティメットで敵を捕まえる場合はフラッシュで離脱、ブラームは逃げられない。いや、これ戦いたかったんだね、デトネーションは。ドラゴンの視界全部取ったから相手は絶対ドラゴンじゃないくてヘラルド行くんで、交換しに。そこを捕まえに行く。で、キル足取ったんでアリアが W がリセットされて、ブリンクからのインビジブルで逃げる。ポンさんサイドステップで避ける、ウェーブも押し込んでるの、ミッドタワーも守れるし、相手を捕まえたからヘラルドいけるか。 DCG としてはできるだけ戦いを避けてオブジェクト交換交換いってレッドゲームを迎えたいってことで、ドラゴンに来ないだろうと、そこを待ち伏せていた。これデトネーション完全に敵をぶち殺すために寄ってたね。カサンテ硬い、ヘラルド取った。しかしドラゴンも取らなきゃいけないよ。でもデトネーションはドラゴン取り返しやすいよね、視界取り返しやすいから。これ DCG としてはドラゴンを取っているだろうという読みで、うん、ここに出てきたんですよ。いやー、セラフィンのウルトも綺麗に入る。いやー、ここは DFM の相手のアクションを予測する動きが完璧でしたね。ただ DCG としてもよく、もう青や、これうまかったな。相手がどうせ交換するだろうっていうことで、レイファー家を守っているのはハープ生き残りたい。回復も入った。ミッドレーンのタワー守れています。オブジェクトは渡していません。ユタボンハープ体力戻して帰ってきています。アリアさんが気づいたら 4-0 にランブル。ここはタワーが壊れましたか、どうだ。あ、後ろ向きになる、まずい。ベイルを越えられるか。バイの球が戻ってくる。あ、オーマイ、ギリギリいけそうだったけど、アリアがストップワッチをうまく発動できなかった。状況でリコールしていれば DCG がミッドのタワー、シャットダウンゴールド取られたの痛いな。状況でしたから、そこをうまく HP 使って守りましたね。ただアリアちょっと無理をするか、いけそうだったけどね。でも一人だったんで、アームガードが壊れてしまいました。無理があった。ミッドタワーは行くの難しそうじゃない。バイまだウルトあるよ、相手ぶっこんでくるよ。いろいろぶっこんできたけど相手ちょっとずれてる。スモルダのウルトも遅れたし、やっぱバイのウルトに全部のウルトを合わせようっていう構成ではある。アリアがテレポートで捕まえて、アリアがアルティメットがあと15秒ってところ。お互いにちょっとオーバーステイして捕まえる動き、しかしハープはフラッシュ持ってたんでうまく逃げ切れた。タワーを取るであったりトップサイドへの視界展開に切り替えますかね。さあオブジェクトを渡さないぞ、デトネーションフォーカスミー。そしてオーロラやっぱりやばい、うん、よくないですこのチャンピオン本当になぜバンしなかったのか。まあマジでみんなブチギレるなオーロラに。僕たちからすれば、はい、DFM なんで OK です。はい、いやただこれでね、いやちょっとスモルダーのテレポートだったのでやはりバックラインに対してのプレッシャーがないですね。ないですね、うん、やば。W でブリンクしてインビズになって殺して、もう一回使って離脱して。重要なのがですね、ミッドのタワーをずっと守れていることなんですよね。そうですね、それが本当に大きい。いや、テレポートがない、 DCG サイドとしてはテレポートがタコ選手しかないので、このタイミングこの時間帯になってからのローテーションというのに DFM サイドが一歩上回っている、うん、いや無駄にでっかいロットがあるいは購入できるゴールが早めに欲しいですが、いやただここまでキルの差がありますが、はい、ちょっとゴールド差が2000ゴールドほどですか。まあ、途中シャットダウンも取られましたからね。まあ、ただ初めにこうネモさんが話してくれたドラゴンのスタックというところは少し緩やかにはなっていますが重ねられている、はい、今回はクラウドなのでなんかオーロラがまたとんでもない足の速さになりそうですね。そうですね、はい、まあ、ただですねここのクラウドというのもでかいですが、やはりこのミッドレーンのタワーが取れているというのが大きい、うん、スモルダースタック早えな。次のドラゴンにはもう 2-2-5 じゃん。というよりも DCG サイドがそのそもそもフロントを担えるチャンピオンが、まあ、だけど 2-2-5 溜まって処刑がついても先にエリアを保持されているまだそんな強くないよね。前はもう 2-2-5 になったら最強だったけど、ナーフはされた、調整はされたんで、ポジションの有利をどんどん押し付けていきますから、まだまだスタックを貯めなきゃいけないんじゃねえか相手。セジャリですからね、
さあゴールドさ個人金額出ていましたが、まあグローバルゴールドで離れてるのはそのままアリアが持っていると考えておかしくないような状況でしたね。そうですね、はい、なのでこのアリアを生かすことが重要です。そしてゾーニャもそのまま完成しました。ダークシールも売らずに済んでいる。ただですね、 DCG としては強い時間帯がそろそろ来ます。というのもタコ選手の225スタックプラス2コア早いですね、はい、さらにはフェン選手もそろそろ2コア上がるタイミングです。いくらこう入っていくのが苦手とはいえ、やはりレンジが長いチャンピオン2台ですから、うん、フェイスチェックせずにというのは怖い。グリンクを誘っているが当てたぞ。スティール強化の怒りアンコール相手クレンズ渋る使わない。突入操作狙われているのはアリアです。アリアが狙われてアリアが死ぬ。カサンテが裏から入ってきて一人を捕まえることには成功するが、一度スネアをハープが当てて相手を下がらせるキルトレードは。あらアリアバイのウルトかなんか食らってそのまま死んじゃったか。強すぎませんか。今なんでクレンズ使わないんですかね。いやーなんでなんでしょう。いやまあただ相手のクレンズを使わせる動きだったけど我慢したね。ならざるを得なかった。キルを取りに行きたかったというところでベイトされてしまいましたね。この2コアが完成する手前、そしてタコのバフが溜まる手前だったので非常にタイミングが良かったんですが、ただ少しこう全体として DFM は引っ張られすぎてしまいましたね。ちょっとアリアとしてもゾーニャを切るタイミングがなかったか。それによってアリア選手がキャッチされてしまいましたか。いやただやはり DCG としてはこの1人ピックする、動き1人キャッチする動きというのがやはり強いですね。これに付随してエズリアルのポーク等が重なるとやはり苦しいです。やはりアリアの火力を、まあ、オーロラゾニアできた、まあ、ゾニアがあればねバイのアルティメットからの相手のウルトぶっ込みをすべてカウンターできるからかなりやりやすくはなると思うんだけど、まあ、ゾニア言うて相手積むよな構成的に。本当にアリアがゾニア持っていることを忘れてほしい。そういう仕掛けをしてなんかこううまい具合になってほしいなと、ね、願ってますけど。いや本当にそうですね。いやちょっとまずいダメージ取れた。いやよくハープに対してはスティールがボディーブロックですか。カサンっていいところにいる。ただ相手がウルトで削りに来てる。逆に捕まえるがダメージが足りねえ。いやポークが強い。ワーモグは持ってるのか。いやワーモグじゃねえぞセジュアに。なんか相手キャッチ強いんだけど。相手グループしてアリアがいないタイミングでめちゃくちゃ入ってくる。デトネーションフォーカスミー相手がそんな突っ込んでこねえだろってことでちょっと甘えて戦ったらなんか普通にぶっ殺されたタワシャでアリアがいないからね。 DCG としてはあいつだけキル持ってっからアリアいねえならってことでタワーダイブも恐れず入ってくる。かなり甘えたデトネーション。おいわっ相手はねスモールダのタイミング来たからまだ相手も出てないとはいえそれで突っ込んできたな。いや繋げてきましたバロン獲得ディープクロスゲーミング。いやアリア選手がテレポートがあったと思うんですが、うん、ここのダイブタイミングテレポートを取ったのがかなり遠いですね。ああそうですね取った場所がなかったか。このシーンちょっとハープ選手とスティール選手が受けすぎてしまいましたね。アリアがいないとね火力が全くねえから相手突っ込んでこれるね何も恐れずに。いやゴールドのスノーボールというところ。いやこれまずいなこのバロン、ね、ゴールドさ2戦ちょっと作ってたんだけどこのバロンでもうなんなら逆転される可能性あるぞ、ね、タワー取られたらドラゴンのスタックですかね。ドラゴンは取って早く4ドラバロンを。ここでスモルダーがフラッシュ持ってないから狙いに行くけどブラムの盾が硬い。盾の後ろに隠れているがゴリ押していく。カサンテとセジュアにセラフィンのアルティメット。今回相手クレンズを使う。ゴリ押した。オーロラのアルティメットで相手は逃げられない。そうだった、オーロラっていうキャラ最強のエンゲージを持ってるんだった。アリアがグループしてればねオーロラ自身がもうインビジュになって入っていけるんで正直理不尽なクソウルトですよ。自分を中心として打つならギリわかるけどカミールとか J4 みたいに奥側に打てるからね。しかも対象いなくても
さあドラゴンはブリンクインビズ中に打てるのがやばいよな。さあバロンの時間はどうでしょう。バロンパワープレイヤープラス150ゴールドと、まあ、かなりのマイナスに DCG になっているはずですが、インナータワーは守れるか。いやここは壊されてしまいます。それでもかなり時間を削りました。一旦一安心というところですね。バロンに関しても、まあバロン取られた相手はプラス1100ゴールド、まあ、マイナスではあります、デトネーション。しかしサンドラは取れた。ちょっと遅いな、ドラゴンのペースが。やっぱヘラルドで釣ってみたいなアクションもあったし、まあ、ドラゴンちょっと遅れるのはいいんだけどね、一回スローしちゃったのがね、バロン取られたのが痛いね。ヘラルド側でやっぱ有利取ったわけだから、よりさっきのファイトは負けちゃいけなかった。ドラゴンを遅らせて取ったわけ、序盤有利気づいたわけなんで。一瞬でこのタワー下に4名が集まってくる。スモルダー相手だったらね、ほんと23分ぐらいで4ドラファイトしたいんだよね。まあでもあれはスモルダーボトムの時代か。30分近くで4ドラファイトはちょっと遅いよな。スモルダーが相手も出てきてスタックが400とか溜まってくるとマジで怖い。タンクが意味なくなっちゃうからね。隙を見せるとキャッチされてしまう。だけど DCG 言うてフロントラインそんな固くね、ブラームでなんとかやってるぐらいで。フロントラインをぶち殺してしまえばいくらスモルダーが強いとはいえ時間かかるんだよね。スモルダーもずっと殴んなきゃいけないから、さっさとフロントラインのバイトブラーム倒せればっていうところ。もちろんそのタンクチャンピオンですからね、耐えることはできるんですが、即座にそこに対して合わせれるチームコンスがいない。またそのボットがその序盤少し苦しい展開になったじゃないですか。それからですかね、こうユタポンのアローからのキャッチというのが生まれていないのかなという印象もありますね。ちょっと難しいですかね、アッシュのアローからは。いやというよりも DCG が先手先手を仕掛けてくるので、まあ、比較的こうディスエンゲージのような形でしか打てていないというのが問題だと思います。なるほど。なので自分たちから仕掛けるために2分でドラゴン警敵のスキルをベイトして、ここでオーロラがアルティメットで入るけど、アリアが捕まった。やーべー、でもオブジェクトはない相手。スキルを回しながらなんとか逃げるが、ハープが守るか。いや最後はタコのパッシブが発動されてしまった。アリアが仕掛けに行ったけど、ちょうど相手のブラームのアルティメットが飛んできたり、正直相手が戦いやすい陣形だったよね。一列でスモルダーのウルト、エズリアルのウルト、ブラームのウルト全部刺さる、ランブルのウルトも刺さるから、ここで一応相手をベイトするってなって、アリアがウルトを打ち込むぞっていうところでブラームのウルト食らって、ちょうどバイもうまくそれに合わせて入ってきて、アリアさんストップパッチ持ってるけど使えず。あとはそうですね、こうなんか全体的に相手が5人いる状況で4人で当たられてしまうというシーンが多いですよね。ここは注意したいです。さあ、まあ、DCG としてはかなり余裕が出てきた、そういう状況でしょう。ラバドンデスキャップまでアリア伸ばしていきたい。なんとか伸ばしつつ、どうします、1分後のドラゴン。いや正直後半に行けば行くほどエズであったりスモルダーの方が強力にはなってきます。ですからDFM デスキャップを早く出してもらってドラゴンファイトかな。狭いところではマジ戦いたくない。広いリバーとかミッドレーンとかで戦いたいね。先にウェーブを押し込めるだろうし、狭いところマジでよくねえぞ。セラフィーのウルトもあるんだけど、こっち軽くねえからな。入ったところでかなりティアを上げているチャンピオンなんですよ。というのもこの時間帯でキャッチしようにもキャッチできない。でさっきのファイトでグループが遅れて視界を失ったから、相手をこっちにおびき寄せる動きだ。フワの盾でボディブロック、セジュのウルト当たらない。セジュは苦い。エズリアルにめちゃくちゃダメージを食らう。
ストップウォッチ、ここはうまく返して、オーロラがアルティメットで敵を囲って、アルティメットで一人殺して離脱して、 W が戻ってきて、またフラッシュアウトして、もう一回 W の離脱。ここでユタポンがキャリーできるか、ポンポン、アリアが戻ってくる、アリアのスーパーファッキンプレーが来た。やばっ、オーロラ一人でゲーム変えたんだけど。ミッドのターンを守りつつドラゴンを取りたいです。なんかとんでもないもの、やっぱアリアスうめえな。しかもデスキャップ出てるからね、ちょうど超強いタイミング来てた。オーロラですね。いやただ今のアリア選手、俺のソロ級やん、マジで。な、負けてんのに集団戦負けたと思った。集団戦もオーロラが入ってたら勝ってたんだよ、全く一緒。ここでやべえ、スイジャーの HP もう2割、やべえ終わった、やべえ、ここで戦ったらまずい。ストップアッチでバイのウルトを使わせて、ここからウルトで4人囲ってダメージが入る。3人に WQE 当てて離脱して、殴ってまた離脱して、ようやく止まりましたね。いやさらにはこのアッシュとこのセラフィーンのコンボも生きてますね。このファイト勝つのやっぱやばいよ、とんでもないよ。強い。ただここに来てようやくソウル獲得です、DFM としても、まあ、次の集団戦で削っていきたい、やっぱりオーロラのっていうかアリアのダメージがとんでもないことになってますね。いやただタコも怖いですね、ダメージ量さあまずはドラゴンソウル獲得につなげました。ゴールドも追いついてきています。それでも時間としてはやはり DCG 怖いですから。そうですね、ちょっとバラージで視界チェック。ドラゴンは取ったのか、デトネーションクラウドソウル、アルティメット使ったら足が速くなるぞ。狙ってると思います。さあゾーニャは上がっているか、アリア広いところで戦いたいね、こういうところ。いいよいいよ、全然天も前ブリンクをしながら強気のポークだ。いやただこれでミッドの主導権を DCG サイドに取られたので、ここでバイが Q を使ったの見たんで入ってく、狭いところだから戦っちゃいけないよ。でもこいつ孤立してるから、こいつ捕まえればいいんじゃない。相手とオーロラが4人を引きつけてる。オーロラやってることエグすぎるって、 What the fuck。氷河の烈光は足止めにしかなっていません。オルカ前にやば、アリアのオーロラめちゃくちゃうめえんだけど、ただうまいのはもちろんなんだけど、オーロラの性能やばすぎるだろ。今見た、鳥肌立ったわ、ぶっ壊れすぎてて。うわー、オーロラゲー、アリアーメッギャップ。いやよく、うん、やっぱ壊れてるよね、だよね、ぶっ壊れてるよね、いかれてるよ、やばいよこれ、すごいわ。それを崩しましたね。次のチャンピオンはどんなもっといかれた性能で出てくる。やばい、今のえぐいね。バイが孤立してるから、相手はそれをフォローアップしてきて4人で突っ込んでくるんで、そこを自分のウルトで1人で4人を足止めして、味方がバイを倒した後、囲ったウルトみんなで倒す。でその間になんかウルトでピョン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 飛びまくって、とんでもない動きをかましてきた。いやデトネーションはね、このキャラ開けてオーロラボコったんすよ、前回違うチーム相手。だから相手ブルーサイド選ぶだろうから、ここで負けてオーロラを相手側がバンすんのか、こっちがバンすんのか。1回は開けそうだよね、BO5 の初戦だし、デトネーション側は。